はい、良い風景です。どうもです、こんにちは。初見のよしとさんもどうも。よう J って書いてありますよ。こんにちは、どうもです、こんにちは。修羅の道 7F モンハウがなんかもうわんさかわんさかって感じだね。そういえばさっき前枠で、杖の識別やってましたけど、不幸はないですね。あ、値段識別したやつでした。転ばぬ先か、ただの杖、どっちかですね。はい、音回ってないよな、大丈夫だな。よしよし、まあそんな感じです。これね、ただか転ばぬだな。ただハテナにしてみようか。よし、こんなところかな。あとやってきたことはないだろう。もう行ってしまおう。はい、飛行機飛んでんな。はい、よし行こう。本当はここでやっと稼ぎたいけどね。これか。これは何かわからないんだよな。これ食べちゃおう。で、なんか入れてみようか。何入れるのがいいか。これ入れてみるか。識別出たんだっけ。出たんだっけ、どうだったっけ。出たよね。入れない方がいいか。入れない方がいいな、これ。うん、行こう。入れない方が良さそうだ。識別出た気がするぞ。ちょっと数十分前のことをよく覚えてないという。あと変幻も出たし、気軽に確認したいのはこの辺だよな。チョコとかね、若干確認したいかなっていうのはあるけど。さて、普通の階層かな、久しぶりに。さて、やってくかな。おっとっと、はい、忘れっぽい俺。どうすかね。章ってあるけど、章ってさ、なんとか章の章って実は結構気軽な言葉で、例えばくしゃみとかそういうのと同じレベルなんだよね。だからそういう風に言っても間違いではないかもしれんね。合成って可能性もあるか。これ合成だったら楽だな。どうしたものか。アイテムがいっぱいでーす。草飲むべきでしょうか。そうなんだよね。逆に合成素材はどのくらいの。剣で空の刃があって、あとはこの辺入れてみたい感じか。で、800は増造が出たんだな。だからこれ水枯れかもしれないと。さあ、ってどうしたものかな。象の絵の巻物、とりあえず置いておこうか。階段近いしな、よく覚えておこうと。いつ忘れそうだか。それが保存である。変化でした。変化か。どうしようか。何でもかんでもホイールにしたくないぞ。さーて、どうしたものかな。これ割ってみるか。あ、高飛び混ぜられ、まだまで。でも空の刃があるか。さて、どうしたものかな。何かいらないものをと思うんだけど、何がいらないか。これ開けてみようか。ちょっとアイテム識別しながら行こう。で、これがよくわからない。鈍足、これは触れる。先人とかね、どうなんですかね、わかりません。どうなんでしょうか。アイテム何が落ちてて、何が落ちてないかって、今一つまだ確認してない感じですね。盾プラス1ですね。所詮はプラス1か。難しいです。丸い壺に入れてみましょうか。だけど手封じだった場合。落ちてないですか。そうか、ありがとうございます。ウィキの情報まだ、でも。ねえ、まだ。まだ途中ですもんね、編集のね。ウィキが充実してくれればね。ちょっと選択肢が多いね。どうしたもんかな。考えてもしょうがないんだが。なんか入れるべきなのか。
とりあえず橋の方に避難しておこうか。でこれは後で拾おうとして、杖の確認なんかしたいかな。ギター、封印ギターってよく落ちてんのかな。どうしようか。これ変形しちゃおっか。さっきのギターは、間違った。変化していいものが、間違ったくそ、飛びつきがしっかりしろ俺。どこ行った、足元。あ、そっか、ちょっと飲みすぎなんだよ。飛びつき、あと2回触れたかもしれない。飛びつきな、これ拾えるようになっちゃったぞ。レベル上がっちゃってましたね。レベル上がると危険なやつが出るんですね。癒しそう出たな。さて、変形の中にあるやつは、持ってないのかな、他に。さて、どうしたものかな。癒しそうは絶対欲しいからな。装備してみるか。よし、変形だな。くそ、操作ミス。しっかりしろ。まぁ、ちょっと目が回ってきたっていうのが言い訳としてはあるけど。高飛びか。微妙かな。モンハオ対策の、なんか、いいものが来てくれればいいんだが。来ないのか？はい、こんにちは。今、修羅の道というダンジョンをやっておりますが。まあいいか。見てないかな。うわぁ、ちょっと待って。おっとおっと。こっちに来い。うわぁちょっと厄介だぞ。もういない。あ、待て、ここはね、まだ新しいんでよくわからない感じですけど、5ないし6って感じみたいですね。そういう意見が上がってるみたいですよ。ちょっと待て、いい加減にしなさい。な、また来た、またこういうところで来るの。うわぁ、畜生、先に行かせなきなのか。うわぁ、畜生、いい加減にしろ。てか死ぬ。うわ、まずい。ちょっと。ちょっと待って。薬草飲もうか、一応。あ、そうなんだ。浜辺より。いや、浜辺って相当安定しやすいっていう印象なんですけどね。だって俺2回目でクリアできたし、挑戦のね。プライベートでやった、あの時も9時まで行けたしね。浜辺より安定しやすいか。上手い人の話ですよ、きっとね。上手い人の話だよな。腕は来た。装備してみまーす。力ではない。回復ではないね。なんだ。とりあえず外しておくか。いや、つけてていいか。痛恨出たしな。トンネル来たよ。トンネル来たね。触れるかどうか確認してないか。はい。確認してみようか。まずこれから。大丈夫だな。こいつも確認しよう。大丈夫っすね。触れなかったら、変形かなと思ったが。さてさて。どうしたもんでしょうね。胃腸の杖確認しようか。だな。他にはやることはない。下の方にアイテムがあるから。この位置か。まあ、いいか、振るか。何ですか？なんかあったっけ？今識別できなかったな。飛びつけてたし、場所が移動するものかな。
まあ、可能性あるかな。ただの杖とかかな。転ばなさいかもしれないね。いたわけではなさそうだが、レベルが下がるやつかもしれない。不幸かもしれないか。とりあえず、わからないね。はい、わかりません。不幸？はてないしようか。置いていこう。とりあえず確実に役に立つものを持っていこう。ちょっとわからないからな。で、鉄の矢は持てないんだっけ？鉄の矢のスロット開けときたいんだよな。まあいいか、とりあえず変化か。あ、さっきの腕は円筒かもしれないか、これ。そんなことないか。あ、なるほどね。なんかいいアイテムが多いらしいですね。腕はすぐ確認できるもん、なんかあるか。待て、力は、そんなことないな。幸せって落ちてないだろう、きっとな。幸せではないね。じゃあちょっと、あ、見たいですね。そういうの体験したことがないんで、試してみたいですけど。巻物どうしたもんですかね。巻物空読みしたくないぞ。高飛び出て、これ合成できるかもしれないな。どれも可能性は十分あるから、よく考えよう。はい、若年ではなかった。あ、そうだった。俺110歳だからね。140です。そんな140とか言ってないですって。大丈夫です。確認してみよう。触れかどうか。触れるもんだな。いや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 、あのね、 YouTube には110歳で登録されてるんですよ。置いていくものがないんだよね。これか。もうこれに、これが合成とかかもしれない。回数2だから杖入れよう。トンネル入れてみますか。入れてみましょう。トンネル覗く。あ、識別か。識別出てなかったんかい。そっか、なんだ、悩むことなかったじゃないか。で、識別図鑑登録されてないみたいだな。はいはいはい、長寿の秘訣ですか。なんすかね。なんだろうな。魔物呼びか。装備しさいかんだ、これは。そうか、マイナスされても容赦なく出るね。あと確認したいのは800 1000か。巻物がコアラとかあるな。お酒ですかね。なんでしょうね。ちょっと思い当たる節がないんですけどね。これ開けていこうか。コアラの巻物に識別かけたい。ちょっと待て、これは、あ、ゾウか。あ、どっちとも同じだったね。明かりか。で、これ拾って、やっぱりアイテムが3。緑の草。3は飲んでも大丈夫だから飲んでしまおうか。どうしようか。巻物かな。どうしたものかな。さてさて、ちょ、悩んでもしょうがないな。すっぱり決めるしかない。飲む。置いてくれたら飲む。待って、これ飲めん。これだな。飲む。一攫千金。よしよし。ナイスナイス。構成確認の手間が省けた。で、こいつを倒す。待てか。あ、どうしよっか。置いてあったやつかな。はい。これ持ってけないかな。豚足と、で、これを食べて、豚足の杖。さて、ちょっと待って。ここに1個あんのね。
こいつを持ってきたいな、杖は。なんとしても持ってきたいが、どうするか。難しい問題すぎる。高飛びどうしようか。頼れないな。高飛びには頼れないと見た。だからもったいないが、識別しないとね、あれはね、しっかり。ちょっと邪魔しないで。さあ行こう。はい、残り時14分弱なんで、次の配信の予定話しましょうかね。明日かな。明日何時ぐらいになるかわからないけど、明日はね、今週では唯一時間があるっぽいんで、明日やります。もし明日できなかったら、今週できないかもしれないですね。はい、やりますよ。約束か。とりあえず置いておこうか。まあ、そんな感じかな。あ、飛びつき変え来た。さて、触れるかどうか確認しようか。ナイス。で、何かと交換したいか。トンネルは使用。はいはい、ありがとうございます。場所替えと交換しようか。若干使用目的ダブってるしね。はい、こうにしましょう。で、敵多いね。あー、お腹減ったな。なんか食べに行こうかな。あ、こう良くないんじゃないの。せめてここで。偽物か。で、大根。大根か。腕は全部確認したんだ。来るか、来ないか。アイテム上にあるな。出てこった。はい。おごりますよ。シュールストレミング。どういう意味？お酒の名前もしかして。あ、これ飲んでみようか。危険だが、確認しよう。命の草が。そっか、では飲んでしまおう。よしよし。危険かな。バナナ。大根に群がってるな。ちょっとピッピッピをなんとかしたい。少しでも。つれてたな。接近。よし、前側に離れた。トンネルか。トンネル2本あるもんな。トンネルはいらない。置いていこう。よし。10回までいけるかな、この動画中に。ちょっと、この枠で切るって言ったけど、続き気になりすぎるね。世界一、なんだこれ。世界一丸い食べ物かな。世界一丸い食べ物。なんかめっちゃ外で何かぶったたいてるやつがいるんだけど。完熟になったな。どうしようか。草。くなんだ。あ、丸の中に入る。なんだ。臭いとかはなんか普通だな。臭いではないと見た。世界一。世界一なんだ。そう、わら人形打ちつけてやがるよ。この恨み、なんだっけ、腹さで置くべきか。めっちゃ打ちつけてやがるよ。そういうのは夜中やってほしいよな。巻物か。でも巻物読みたくねえな。どうしよっかな。これ、毒消しかもしれんしな。大丈夫、俺夜中起きてるからね。夜中仕事してること多いし。夜中 OK ですよ。識別、置いてくか。明かりは当面役に立たないか。トンネルはここに1個あるし。だけど置いてくの忍びないね。読むか。魔物部屋出た。バナナか。
いや、バナナだな。食ってこう。はい、シンプルに考えていこう。高飛びを置いていく。で、何もない。上にあるアイテム、これかな。薄緑、これ飲んでね、今引きとかだったらね、なんか出るらしいんでね。さてどうしたものかな。選択肢が多すぎるんだよね。食い物ですかね。何置いていくべきか。これ触れるかとか。触れるみたいだな。草置いていくわけにいかんからな。はい。あ、そうなんだ。なるほどね。失礼しました。そういうのもあるね。そういうのも楽しいよね。じゃあバナナを黄色いの置いていこう。この男女は植えないと見た。で、よしよし、これでいこうか。さあ行こう。あ、左のあるアイテムなんだっけ。どうでもいいものだった気がするな。で、草と杖か。杖置いてく決心つけたんだっけ。これ飲んでいこう。最高か。10回。最高。さてと。そうなんだ。さてと。どうに殲滅するか。とりあえずこれ真空系の可能性あり、爆睡出たんで読んでみよう。よっしゃ、どうか。全滅はできないか。なるほど。よっしゃー、あとは近寄ってくるやつを順に、これどけば。矢とかいらないね。ほぼ一直線だから、おそらく大丈夫だろう。目つぶし食らって。大丈夫でーす。OK でーす。はい、どうぞ。並んで。おっしゃ。いやー、めっちゃぶっ叩いてんぞ。これ読んじゃえ。読み、意味ないけど。ボーナスハウス。超ぶっ叩いてんだけど、マジで。荒ぶってんぞ、おい。いやーね、家作ってんだよな。一つ目殺し。なるほど。場所前は取りついだろう。これは真空切り。持ってきたいぞ。引っ越し引っ越し。いや、でも、あの事件、濡れ衣でしょ。本当はあれ、煽ってるやつがいたんだよね。まぁ、ちょっとあんまり大きい声じゃいないんで、これじゃ言わないでおきますけども。次の杖。杖確認できんぞ。どうしようか。とりあえず回ろう。命をくそ飲んじゃえ。縦に入れるべきかもしれんね、でも。これは？お、いいじゃないか。素晴らしいね。保存。いやいや、識別でしたよ。なんだ。読まなくていいもんだったな。しかも毒草とか落ちてんだな。よしよし、真空切り助かるね。ゾワゾワか。巻物識別しようか。あ、待てよ、確か800の巻物がどっかにあるだろう。これこれ、こいつが水枯れの可能性があるんで、しっかり識別しておきたい。で、5分切りました。おっしゃー、いいぞー。パワーアップ真空。あ、パワーアップの、草を飲んで真空。そんなのあったっけ。あの、パワーアップの巻物できたんだっけ。あ、あ、あー、ちっ
しょー。あー俺これ配信で見たことあるわ。鉄の人の配信でこれ見たことありますわ。どう、皆さんどう、この動画、動画的にどうすか。シンクはどこ。あら、あ、しまった、シンク変わっちゃったんか。うわー、なんてことだ。シンク変わっちゃったんだね。あー、ワンモルメ許さん。くっしょー、油断してた、完全に。とりあえずここは危険だな。あ、いやでも待てよ。うん、そうだな、そうしよう。下手投げつけたと思ったが、とりあえず像を読むか。読みます。あ、まずい、切らなくちゃ。いや、降りた方がいいね。降りたいんだけどさ。トンネル。ちょっと待てよ。でも階段。まあいいや。トンネル。で、飛びつくぞ。ちくしょー。そうだ、俺、これ配信で見てたんだよな。俺は絶対やらねえと思ったけど、やっちまった。で、投げつけるか。どうかな、混乱のところに誰かいるか。あ、ダメか。じゃあ外そう。あ、いいや、毒や。ちょっと倒して、ちょっと倒して。ん、真剣ゼミ。高いのか、威力高いぞ。もう一撃大丈夫か。おそらく大丈夫である。倒した、はい、バッチリだよ。チキショー、はい、急ダメージ大丈夫か。倒してないよね、こいつ。倒して草飲もう。癒し、これ飲めるだろうか。で、こっち倒す。やめろー。はい。そうっすねー。めっちゃもみがないよ。こっち危険だから。動画切んなくちゃいけなくなったんだけど、どうしようか。まあいいや。セーフティー。ちょっと下がるところがないな。しょうがない、倒しようか。あ、ちょっと杖振るんだった。まずいまずい。まあいいや、杖対処。一歩下がる。しょうがない。大丈夫か。きついな。きついとか一って攻撃しちゃったか。動画切んなくちゃいけないぞ。吹き飛ばしは無理だろ。まずい。どうしようか。切らなくちゃいけないね。はい。ちくしょー。どうしよう。次やるのがなんか不安になってきた。ご視聴ありがとうございました。